皆様、新年明けましておめでとうございます。山梨県警察音楽隊です。令和2年第1回目のお昼のコンサートにお越しいただきありがとうございます。本日も心を込めて演奏演技をさせていただきますので、ぜひ最後までお楽しみください。それではコンサートの開演です。ありがとうございました。1曲目は新年の幕開けにふさわしいオープニング富士山をお送りいたしました。初夢を見ると縁起が良いものとを表すことわざに一富士二鷹三なすびがありますが、皆さんの初夢はいかがでしたでしょうか。今年1年が素敵な1年になると良いですね。さて次にお送りする曲は、子どもから大人まで世界中で多くの人に夢や希望を与えるディズニー映画の中からアラジンの挿入歌ホールニューワールドです。貧しくお猿のアブーと生活を共にしながら生きている青年アラジンと王宮で自由を夢見る王女ジャスミンの恋の物語です。この曲はそんな2人が魔法の絨毯に乗って夜空を自由に飛び回る素敵なワンシーンの曲です。ゆったりと、そして美しいメロディーをお楽しみください。指揮は新立健一学長です。それではお聴きください。Thank you.
ここで山梨県警察から皆さんにお知らせがあります。はい、はい、警察緊急110番です。事件ですか、事故ですか。おまわりさん、あのさ、今さ、私の銀行口座と通帳が使われてるっていう連絡があったんだけど、どうしっか。はい、じゃあちょっと落ち着きましょうね。はい、まずお金を振り込んだり、誰かにカードとかを渡したりはしてませんか。いやいや、まだ渡しちゃいいんだけど、今から来るっちゅうだけど、どうしっかね。はい、まずその電話は振り込め詐欺かもしれません。はい、話を詳しく聞かせてください。まずあなたのお名前、住所を教えてください。私の名前は山梨太郎っていうもんで、住所は甲府の丸の内の1丁目の6-1です。はい、わかりました。はい、じゃあ山梨さん、次に今回のことについて詳しく教えてください。何時頃電話がありましたか。内容はどのような内容でしたか。今朝の9時頃に警察官の塩島っちゅう人から、男の人から電話があってね、詐欺のグループが捕まって、捜査でなんか私の銀行口座と通帳が使われているって言われたんですよ。だけどそんなことはねえから、通帳は今ここにありますって答えると、今から確認のために警察官が来てくれるから、その警察官にキャッシュカードと通帳を渡してくれって言われたんで、そして、あ、分かりましたって言ったら、そのまま電話を切ったんですよ、向こうが。私は以前警察官の話を聞いて、不審な電話がかかってきたら110番をするようにって言われましたので、今日110番しました。はい、通報ありがとうございます。それは詐欺の電話ですので、絶対にお金を振り込んだり、通帳やカードを渡したり、口座番号、暗証番号を教えたりしないでください。これから警察官が実際に向かいますが、実際に窓のドアの外で、それが本物の警察官かどうか確認してから対応するようにしてください。ではこちら電話を切らせていただきます。失礼します。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、私たち110番を担当しております、あの通信指令課から、適正なですね、110番通報についてのお知らせをさせていただきます。よろしくお願いします。今電話詐欺の110番のですね、受けた状況を聞いてもらったんですが、電話詐欺は依然としてですね、あの被害が減らない状況にあります。そして多いのが、あの去年くらいからですね、多いのがキャッシュカードをあの騙し取られるという手口が多くなっております。これはですね、あの犯行グループの受け取り役が自宅まで、来ます。そして、警察官や金融機関の職員になりすまして、キャッシュカードがですね、使えなくなったとか、キャッシュカードがあなたのキャッシュカードが不正に使われますとか、あの言葉を巧みにですね、騙してその場で、騙し取られてしまうという手口です。ですから、まあ、これにですね、騙されないように、皆さんにはお願いしてもらいたいことがあります。それはですね、まず電話が、このような電話が来て、お金の話とかですね、キャッシュカードの話が出ましたら、あのお金をですね、すぐに、用意してくださいとか、キャッシュカードをすぐに取りに行きます、こういう話が出たらもう詐欺を疑ってください。そして、電話をもう切ってください。電話を切、そして次はすぐ110番をしてもらう、切ったその手でこの110番をしていただく、こうすればですね、あの詐欺の被害は防げますので、ぜひこれをですね、あの詐欺と疑ったらすぐ電話を切って110番、これをあの皆さんですね、あの覚えていただくようにお願いします。で、次にですね、110番の適正な利用についてのお話をさせていただきますが、皆さんあのお配りの、あのチラシ、これあのお手元にありますでしょうか。110番はですね、あの緊急通報ダイヤルです。
ここに書いてありますように緊急通報ダイヤルですから、事件や事故ですね、今言ったような電話詐欺、こういう緊急な時に、使う緊急通報ダイヤルになりますので、他のですね、相談事というような時は、まあ、こちらに下の方に書いてありますが、#9110、このシャープ9110にですね、緊急でない相談事、これはシャープ9110、これは夜間も受け付けておりますので、緊急ではないのはこちらへお願いします。そして110番かけるときですね、緊急のことですから、皆さん焦ったりしてしまいますけど、まあ、落ち着いてですね、そうしますと警察官が事件ですか事故ですかとかですね、あといつ事件が起きましたかとか、どこで起きましたかとか、あと名前ですね、あなたのお名前はというように順番にですね、聞いていきますので、落ち着いて答えるようにお願いします。そして、私たちがですね、このスローガンにしているのが、いち早く、急がず、慌てず、冷静に、この真ん中に書いてある、いち早く、急がず、慌てず、冷静にですね、これで110ですので、これも覚えていただきたいと思います。では最後になりますが、このいち早く、急がず、慌てず、冷静にをですね、皆さんにも声を出していただいて終わりたいと思いますが、よろしいでしょうかね、ご協力を。では私がですね、いち早くと言いますので、その後皆さんが続いて、急がず、慌てず、冷静にと声を出して、これで終わりたいと思いますので、よろしくお願いします。ではよろしいでしょうか。じゃ、いち早く、急がず、慌てず、冷静に。はい、どうもありがとうございました。よろしくお願いします。さて、演奏に戻ります。次にお送りする曲は、日本だけでなく、世界中で親しまれている上を向いて歩こうです。海外では、すき焼きという名前で発表され、数々の賞も受賞されました。坂本九さんの優しい歌声を吹奏楽の音色で表現します。それではお聴きください。
今年は皆さんも楽しみにしている東京オリンピック・パラリンピックの開催の年ですね。 NHK2020 応援ソングプロジェクトは2020年とその先の未来に向かって頑張っているすべての人を応援するもので、プロジェクト曲のパプリカは多くの人たちの夢を応援する歌として作られました。それではパプリカをお聴きください。ありがとうございました。さて早いもので次が本日最後の曲となります。本日最後にお送りする曲はジャパニーズグラフィティ銀河鉄道99メドレーです。1970年代に人気を博したアニメ、作者松本零士さんの銀河鉄道99と宇宙戦艦ヤマトの曲をメドレーでお送りいたします。カラーガード隊のフラッグ演技とともにお楽しみください。
本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。それではどうぞ。
ありがとうございました。学長、もう一曲アンコールよろしいでしょうか。拍手ありがとうございます。それではザ・ビートルズのヘイジュードを演奏いたします。どうぞお聴きください。お昼のコンサートは2月20日木曜日12時20分から、本日と同じ甲府駅南口駅前広場で行います。雨天の場合は中止となりますのでご注意ください。次回もぜひお越しください。本日はありがとうございました。